コンチェスクです。ツイステッドワンダーランド期間限定イベントストーリースケアリーモンスターズのストーリーの続きをやっていきます。前回までのお話はですね、ハロウィンパーティーを学園全体でやるんで、各寮ごとになんかスタンプラリーの催し物の場所、飾り付けの場所みたいのを決めて、まあ、それぞれお披露目していこうみたいな、そんな感じです。というわけで今回はどこ行くんだっけかな、ハーツラブル寮の担当したスタンプラリーの場所かな、見ていこう。怖めなテイストに植物園亜熱帯ゾーン、こんなの学園内にあったんだ。ここ墓場みたいだね。みんなよく来てくれたね。ハーツラブルのハロウィンゆっくり見てってくれ。結構シンプルだな。ハーツラベルの飾り付けのテーマはズバリ墓地。あ、墓地っぽく飾り付けたのか。そっかそっか。普段は普通の植物園なのか。そして俺たちの仮装のテーマは、おー、なんかダークだな。これは何？あー、ドクロか。スケルトン。じゃーん、スケルトンです。化粧もバッチリしてるね。ドクロってわけでもないのか。いや、ドクロか、よくわかんないな。デュースだ。土の中から根性で蘇ったゴーストです。根性で蘇ったってなんだよ。スケルトン、つまり骸骨か。おや、だがその衣装を飾っているのは骨ではなく、はい、骨に見えるように衣装には白いリボンをつけてるんです。寮生みんなで植物園を墓地風にしてスケルトンの仮装をしようって決めたんですけど、リアルさとハロウィンの楽しさ両方を表現するのが難しくって。デュースのはダサすぎて笑えたわ。なんだ、どんな案だったんだ。スケルトンらしく泥まみれになるってさ。確かにスケルトン感は出るかもしれないけど、誰もやりたくねえだろ。お前の案だってどっこいどっこいだっただろ。はっ、そんな時ダイヤモンド先輩がかっこいい衣装と振り付けの案をいくつも出してくれて、日頃から寮のお茶会のためにアガルディスプレイを間近目でたくさんいいねしてるんだ。リボンとかレースとかで飾るのは映えの基本っていうか、スケルトンがテーマって言ったって、せっかくのハロウィンが土臭いのはちょっとなーって感じじゃん。ほら、肋骨に見立てたリボンからバラで作ったハートが見えてるのとか可愛いでしょ。確かにおしゃれだね。寮生の意見を取り入れつつ全体をセンスよく仕上げられたのはケイトの手腕あってこそだね。今回の仮装は厳格な精神に基づく我が寮らしく上品かつ恐ろしく仕上がっていると思う。ベタ褒めだな。やっぱりハロウィンといえばホラーな感じ大事だよね。だからセットもこだわって怖めなテイストに仕上げました。デュースちゃんが中心になって寮生たちが発泡スチロールを塗装して破壊し作ってくれたんだ。ほう、1年生がよく寮生を動かせたの。上級生に指示をするのは大変じゃったろうに。そこは日頃の訓練の成果ですかね。日頃？要は全部何でもない日のパーティーを開くのと同じことですから。ああ、ルールを守りつつなるべく見栄えを良くして絶対に会期に間に合わせるところかな。ハーツラブル生なら慣れっこだよね。規定列なルールがない分いつもより余裕があったくらいっすよ。ほう、さすがローズハートだ。日頃から寮生をよくしつけていると見える。その言い方ではまるで僕が暴君みたいじゃありませんか。最初のストーリーのタイトルなんとかの暴君だったけどな。我が寮生はどんな時でもトランプ兵のように一致団結し任務を遂行する、それだけです。そうだね、お前たち。はい、寮長。頭が日頃から締めるとこ締めてくれるんで、ハロウィンの準備もうまくいきました。ハッシュタグハーツラビルの底力、ハッシュタグ飾り付けはお任せ、ハッシュタグ NRC ハロウィンって感じです。
厳格なハートの女王の法律に基づくハーツラブリュ寮。ハロウィーンもルールを守りながらあっと驚くアレンジで仕上げてきてくれましたね。さて次は魔法薬学室、担当はオクタビネル寮です。続く、じゃあ次オクタビネル寮の飾り付けを見に行くのかな。お、最もリッチだって、なんだ楽しみだな。ぶっちゃけさ、ちょっとさ、今のさ、ハズラビル寮の飾り付けさ、ちょっと寂しかったよね。最もリッチ、魔法薬学室、薬品庫。すげえ、かぼちゃが、後ろの棚にかぼちゃがドルルルってぎっしり詰まってる。フロイド、いらっしゃい。どう？オクタビネルのハロウィンは。なんつうか、すげえ不気味だ。小さい子供なんか泣き出しちまいそうだな。でしょ？でも褒めんのはアズールとジェイドの仮装を見てからにしてよ。ふふふ、僕たちの仮装のテーマは。ミイラかな？ミイラっていうかマミーか。ミイラゾンビのことマーミーって言うんだよね。いいね、なんかスーツとこの帽子が元になってる感じがおしゃれだね。もしかするとミイラ男と言った方が伝わりやすいかもしれませんね。せっかく今年はアズールと僕がハロウィーンの運営員になったので、人魚とは正反対の干からびたマミーの仮装をしたいと決めていました。マミーの衣装なんて海じゃ絶対できねえし、俺も大賛成。しかし、ただ体に包帯を巻きつけるだけでは面白くない。そこで従来のマミーの古臭いイメージを覆すスタイリッシュなコーディネートを目指しました。うん、かっこいいね。飾り付けのテーマはマッドな研究者のラボ。後ろの水槽は培養槽をイメージ、夜になるとライトアップされます。スーツってわけじゃないのか、白衣か、ちょっとよくわかんないな。中に恐ろしげなマネキンを入れればより雰囲気が出るかと思いまして。うわぁ、ずいぶん本格的に揃えてきたな。さすが大富豪のご子息カリムさん、目の付けどころがいい。衣装も水槽も全て一流の業者に仕上げていただきました。何せ僕たちモストロラウンジのハロウィンメニューも考えなければならなくて、皆さんと違ってとっても多忙なものですから。どやー、あれ、でもさ、会場設営と衣装の予算はどの量も同じ金額で決まってなかったっけ。はい、限られた予算の中でやりくりするのも学園生活ならではの楽しみですからね。ポケットマネーを使っていないか、予算をオーバーしていないか、怪しいお金の動きはないか、会計係のジェイドリーチ君にしっかり見張ってもらっています。だよな、それなのに外部の業者なんか使って大丈夫だったのか。おや、もしかして僕の不正を疑っておいでで。あ、違う違う、そういう意味じゃなくってさ、俺自腹でいろいろ派手にしようとしたらダメって言われたから、お前らはどうやったんだろうと思って。気になりますか。オクタビネルを含めて予算をオーバーした量は一つもありませんでした。なぜなら僕たちのオクタビネルのハロウィーンのこだわりは徹底したコスト最適化ですから。コスト最適化？衣装は生地と色の種類を限定し、同色の布を大量購入することで一人当たりの単価を抑えています。さらに切りっぱなし加工などを多用することで縫製の工数も大幅にカットしました。水槽を特注した業者とは今後モストロラウンジのメンテナンスを長期契約することで格安で商談成立。水槽の照明は寮内で使っていた古い照明の流用です。いらなくなった設備を使うのはポケットマネーではありませんよね。お金をかけるところとかける必要のないところをはっきり分けたんです。僕たちの寮は設営と衣装に割り振られた予算を1マドル残らず使い切りました。
余った各寮の予算は最終日のパーティー代としてプールされます。どうせなら全て使い尽くさないともったいないでしょ。水槽発注にかこつけてハロウィンに関係ないラウンジの長期メンテ代も値切ってるとこさすがすぎ。僕ら予算内に収めることしか考えていませんでしたね。予算をぴったり使うためにわざわざ計算なんて普通はしないわよ。つまり僕たちオクタビネルのハロウィンは最もリッチということです。さすがオクタビネル、しっかりしてんな。この本格的なセットとかっこいい衣装を揃えながらラウンジも同時進行で準備するなんて、その手腕、知略に優れたオクタビネルならでは、感服です。さあ次はスカラビア寮のセットを見に行きましょう。確か購買部でしたね。続くもうひたすら見ていくんだな。どんなんだろうな、スカラビアは。あとなんかハロウィンっぽいのって残ってんの、なんだ、ドラキュラと、あとなんだ、狼男とか狼男はさすがにやるんだったらサバナクロって感じがするけどな。まあいいや、見ていこう。購買部すっげえあんじゃねえか。だってすっげえあんじゃねえか。え、ここ購買部ってどんなんだったの元。購買部前、おジャミルだ。そろそろ来る頃だろうと思っていたよ。学園長、皆さんゆっくりスカラビアのハロウィンをご覧ください。ミステリーショップがボロボロになっています。まるでスクさんのオンボロ寮のようですねうるせえ。あ、購買部ってあれか、あのなんかやたら声のでけえ色黒の店員さんが売ってるところか。もちろん本当に壊したわけじゃないぞ。継ぎはぎの布で購買部を覆っているだけだ。飾りも衣装も寮のみんなで決めたんだ。楽しかったぜ。仮装はできたか。パーツの付け忘れはないな。おう、大丈夫。俺たちスカラビアの今年の仮装は、おお、なんだこれ、狼男だ。おーおーおー、狼男こっちで来たか。てっきりサバナクローかと思ってた。まあそれじゃ芸がないかジャックがめっちゃ反応してる。狼男、満月の魔力に取り憑かれた狼の獣人がなると言われているモンスターっすね。俺の地元じゃよく夜更かしすると狼男になっちゃうぞって言いますよ。北国特有の伝承だと思ってたんで、ネッサの国っぽいアレンジが新鮮っす。へへ、狼の獣人族であるジャックに褒められると嬉しいな。あ、そうだ、ガオなんだそれ、あっそうだって。どうだ、狼っぽかったか、迫力出てただろ。え、そのどっちかっつうと、非常に人懐っこい様子に心が温かくなりますね。ええ、まるで動物園のふれあいコーナーを訪れたかのようですなんだそりゃ、めっちゃかわいい。カリム君、今のもう一回やってよ。動画で撮ってマジカメにアップしよう。かわいいか。俺としては怖いって言ってほしかったんだけどな。もっと怖くなるように後で練習しておくようにするぜ。あ、で、あとは何だったっけ。なんだ、あとって何なんだなんだ、あ、そうだ、飾り付けにも大切なメッセージが込められてるんだ。そうなんだ、メッセージ、一体どのような。今回飾り付けに使用した布はゴミとして捨てられてたペットボトルやプラスチックをリサイクルしたもの。限りある資源に目を向けることで我々の暮らす賢者の島の環境を見つめ直し、人も自然も幸せに生存できる社会を目指す。これが我々スカラビアが今回提案するサスティナブルハロウィンです。すげえ難しいこと言いやがったって言えってジャミルがだと思いましたそこまで言ったら意味がないだろうが自然に優しくてかっこいい、すげえあんじゃねえか。
ジャミルが考えてくれたってみんなに教えたかったんだよ。そういう問題じゃないだろう。サスティナビリティ、持続可能性はファッション業界でも注目度の高いワードよ。最新トレンドをハロウィンに取り入れるなんて、ジャミルやるじゃない。学生として100点満点のテーマ、一般客にも先生方にもお受けでしょうね。こんなところでまで点数稼ぎとは、スカラビアは本当に抜け目がない。なんと素晴らしい。こんなに深いテーマの込められたハロウィーンは初めてです。感動しました。本当かよ、グス。ああ、次の寮はどんな素晴らしいものを見せてくださるんでしょう。今度はコロシアムに向かいます。サバナクロー寮の飾り付け、期待していますよ。続く、ひたすら見に行く話だな。よし、というわけで今回はここまでにしとこうかな。次回はサバナクロー寮の飾り付けを見に行きます。結構楽しいね。みんなそれぞれ個性があって、だけどスカラビアさ、2人しかいないからさ、カリブだけじゃなくてジャミルも着替えればよかったのにね。1人だけって寂しいな。まあいっか。というわけで次回はサバナクロー寮の飾り付けを見に行きます。続きお楽しみに。それじゃまたね、バイバイ。